べぶり。お、サーブ。トゥーラウンドだ。リーチ。おー、出た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 。リムジン。ウミングクリア。なんかこの間あの4月あたりに金富士、ジャパン2の金富士が出るらしくて、ジャパン初代の金富士を打つのがいいんじゃないかなみたいな。なるほど、全然いいんじゃないですか。ありがとうございます。まあ、ちなみに今回は決まってます。物だけは決まってます。何ですか。まあ、前回リムジンと移動手段、移動手段、今回は一食十の一食十。うわー、重要なやつ、重要なやつ、超重要なやつ。お待たせしました。決まりましたので、じゃんじゃん呼びたいと思います。はい。まあ決まったっぽいな。はい。お待たせしました。いえいえ。大事な大事な住まい。今回のビンゴ。これで。ズズン。1ライン。はい。野宿。は？聞きましたか。野宿。おテント様の下でおテント立てます。マジ。はい、1ラインが野宿で、2ライン、まあ、コテージみたいなね、コテージ。ああ、まあまあ。3は良さげな旅館。良さげ、良さげって大仏のさ、あれでしょ。はい、なんですよ。はい、これ超高級ホテル。おお、これでもかってぐらいの超ついちゃう。超高級じゃない、超高級。超だから、これどれもラインできなかったらもうこれ1ライン以下ってことですもんね。はい、だからこれ、ここでほぼ失敗ってことですか。そうですよね。結構辛めにしたんですよ、前回。なんかカメラマンがいなくて、なんかしたな。何もしたんですか。動画見たんだって。バレてた。それはあえて遊ぶもんですから。編集して、あれっつって何かやってるなって気づいた。はい、まあ、早速ですけど、まあ、ここでうだうだやっててもね、しゃあない、始まらない。いる、行こい。うわぁ、おぉ、うわぁ、あぁ、はい、到着。はい、おはようございます。プロバティステーションのジャンジャンです。というわけで今回はですね、ジャパンの姫路バージョンの3地球打ちたいと思います。鬼畜なビンゴなんですけども、まあおさらいということで、左上から金富士ゾーンで当てる、隣保留変化で当選で、オカルトで当てる、でジャパンゴールド演出出現で、真ん中がサム、真ん中がサム、もう前回のやつしかないですよ。で砂月が、隣が豪華絢爛日出現で、また戻って左で一番下がタカチャンス出現、その隣が一撃満発、そしてサイコロの攻めかけるレンチャンスですね。1ライン以下が野宿と、2ラインでコテージ、またまあ楽しいかな。3ラインでちょっといい感じの旅館らしいです。でオールビンゴで、まあ、オーシャンビューのね、多分素晴らしいホテルが待ってるんじゃないかと思います。でオカルトなんですけども、あのもう大確保したので、これからあの皆さんにツイッターで売ってるんで、オカルトいただいたものをちょっと実践していこうかなと思います。でそれで当たったらマスが開くという形になってます。そして本日ですね、あのご協力していただいた店舗さんがマルハン八王子四ツ谷店さんにご協力していただきました。ありがとうございます。それでは緊張する。ビンゴ、マルハン八王子四ツ谷店さんでガテブリ、ガテブリ。はい、それでは海の金富士行ってきます。1枚目、ご当地専属はもちろん北海道で行きます。はじましくしてね、お願いします。はい、では初めてですのでスペック紹介したいと思います。319分の1のミドルタイプになってます。で 100% 突入の ST 機になっていて、すごいのがヘッド電柱共通なんですが、16ラウンドの割合が 65%、 6ラウンドが 35% で、16ラウンドがですね2000発出るんですよ。なのでへそからでも2000発を狙える台です。まあ基本的な意味は変わらないんですが、サイレント記事があったり保留変化があったりで、ジャパンシリーズの特徴は、まあこれ初代なんですけど、チャンス目が熱いの、これさえ覚えてれば大丈夫です。
チャンス目だったり、あのノーマルリーチ連続、あと滑ったりとか、そういうものが全て熱くなってるので、何か起こったらその時点で大当たりに期待が持てるのがジャパンの面白いところです。あとはゴールド演出とかいろいろあるので、まあ、ビンゴにも入っているんですが、そういうところを出していきたいと思います。サイコロの出目か、やっちゃいますか。じゃあいきます。出目はでん3。あ、いいところじゃないですかね。3、平均連チャンが確か 2.8 ぐらいだったんで、まあ、平均を超えろという感じですね。3連よかった。ロックとかじゃなくて3連なら頑張れます。はい、ではまず海モードからいってるんですが、まあ、注目演出、まあ、言わずもがなですが魚群予告ですね。ミニキャラいろいろ今まで説明してきたと思うんですが、タツノオトシゴはオキエメシリーズと変わらずスーパーに発展したらその時点で大チャンスです。で、役割が違うのが、あのハリセンボン、まあ、フグみたいなのがパーって通るんですけど、まあ、オキエミだったら、まあ、リーチかかったらプラスマイナスの外れ以上っていう扱いだったんですが、今回は違ってジャパンの場合はサイレント記事濃厚になります。なので出ただけで熱いです。そこが大きな変更点ですね。で、おなじみ炎目も搭載されてますが、まあ、泡スーパーでだいたい 23% ぐらいで、魚群 SP で66、だいたい3倍になります。で、一番熱いのがノーマルリーチ中の炎目、これで 76% だったかな、あるので、オーバープラス、あの連打の目、炎目が、あの熱狂ですね。なんでオーバーが来た時に炎目だと、もう大丈夫かなっていうぐらい悶絶できます。だから他の、海シリーズの炎目よりも熱いですね。まあ、魚群プラス炎目だったら大海シリーズが一番熱いんですが、まあ、バランスよく平均して熱いのがジャパンで、もう一つジャパンのいいところが、まあ、海シリーズの最近の中では一番演出バランスが良くて、アバプラス炎目とかアバスーパーでも普通にビタ止まりしますんで、なんか泡だからっていうよりかは泡でもワンチャンって思えるのが打ててバカよくなところ。そして発光保留なんで、まあ、回ってくれれば回るほど時間効率めちゃくちゃいいです。で、今メインで設置されてるのは199の方だと思うんですけど、まあ、199でも十分遊べるんですが、やっぱ爆発力を求めるのであれば319、まあ、SD 回数も199に比べて70回転長いので、まあ、入れちゃえば長く楽しめます。で、このミッションに絡めて言うと、今やってる海モードで達成できるのは通常時だと保留変化で当選で、豪華絢爛リーチ出現、あと、まあ、ジャパンゴールド演出出現、僕は通常時出したことないです。あと、まあ、サム、僕ジャパンでもサム1回しかないんだよな、出したこと。で、まあ、豪華絢爛リーチなど、まあ、いろいろあるんですけど、どのモードに来ても死ぬ人は変わらずですね。豪華絢爛トータル、あの 79.3、 これ全モード固定です。おお、ギジット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 、朝一チャンス、魚群でお願いします。魚群だぞ、魚群間違えるな、魚群よし、あるあるある、マリンちゃん頼む。目は変わらず、サイレントギジと魚群は外したくない。サメ真ん中に、朝一チャンスだったろこれ。うわ、1万円で当たったって思った、今ショック。これはでかいな。魚群で外すとかなかったっけ。おお、ギジったギジったギジった、頼む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 よ、ギジは熱いぞ。魚群よし、オープン、オッケー、ここオッケー。あと欲しいのは炎目、目が変わらないのはまずいよ。あ、オッケー、変わった。あとは燃えるだけ。エンデルミスでいい、初でいいよ、初でいい。2回も
外す。でも魚群が外れたらまた50回はお詫びゾーンだから、330回転ぐらいまではチャンスゾーン、チャンスゾーン JCZ、 じゃんじゃんチャンスゾーン。やばい、午前中ですが3枚目。まあまあ海だからしょうがない。みんなの沖縄での生活を豊かにするため頑張ります。でもこのビンゴなんですけど、まあ難しいんですけど、一度に2枚行く可能性が結構あって、金富士ゾーンで当てると高チャンスは、これは金富士ゾーン中でしか起こんないんで、高チャンスで当たった時点で金富士ゾーンで当たるも開くんですよ。でサムも、まあ、難しいですけど、ドリンチャンスの外れでもまあ復活でサム出てくるし、まあ、無理なわけでもない。全回転もあれ一応ゴールドなんで、あれを出せばサムも出るから2個開くし、あのうまく全部がスロットみたく噛み合ってくれれば、まあ、ボールウィンゴは見えてくるんですよね。はい、今ちょっと2万5000円使い切れちゃったので、ちょっと気分転換も兼ねてモード変えようと思います。お祭りモードで、デモ出しというわけで、ちょっと席を離れようと思います。よし、デモ出ししたんで行きましょう。お願いします。オカルトいろいろ皆さんありがとうございます。ちょっと通常時、夏木花系全制覇さんからいただきまして、クジラッキーに一礼ってあったんで、ちょっとやらせてもらいます。よろしくお願いします。これで50回転以内に当たったら本物。現在577回転なんで50だから、まあ、600ちょいまでかな。はい、でお祭りモードなんですけど、保留変化がよく絡みます。まあ、緑保留だとまあ 6% ぐらいでスーパー濃厚で、赤保留から 55% ぐらいでスリアとか大幅にアップするんですが、大当たりに絡みやすいもので見ると緑保留が一番絡みます。緑に行って魚群が出るのが一番大当たり絡むかなって感じですね。青リーチ以上ですね。一応先読みやりましたね。まあ、これで当たってくれても一応保留変化絡んでるんで OK ですよね。あ、スーパー行った。あわー。でこれタッチしたら、あ、赤だ、珍しい。赤ダメ。まあ弱かったか。あそこタッチしたら黄色緑赤っていくんですよ。赤でトータルですけど 50% あるんですよね。4枚目。いやー、初当たりかかっちゃうのはきついわ。むむむむのママか、ママか。あ、いい、ウリン来る。今日一よし、いいよいいよ、ワリもいいよ。前に、よし、オッケー、ピュン来た。上、オッケー、最強リーチ。タッチが赤だったらいいな。みんな魚群山じゃないよ。いやでも頑張れ、頑張れ、マジで頑張れ。マリンちゃん、マリンちゃん頼む、マリンちゃん8。行かないでくれ、行かないでくれ。ダメかもしれない。今魚群だったら完璧だった。プリンスフォード大学。逆にね、はめるとかをはめたらね、跳ねるかもしれないからね。バネがね、今縮まってる状態だから、あとは弾いてあげるだけ。
4枚目5枚目 5? もう 5? つらい。線ですよ、ほぼ。今あの前回の階級6のコメント、嬉しいコメントたくさんあって、ちょっと勇気づけながらちょっともう一回海頑張ろうと思って今読ませていただいたんですけど、その中からいくつか前回の階級6あの 3R 打った時の愛のコメントいくつか、ちょっとそれではあのちょうどカメラ持ってるんでお返しさせていただこうかと思うんですけども、ぬるま湯に使ったサルさんからいただきました。ありがとうございます。この動画見て自分でしっかり打ち込んでみて海の楽しさが分かりました。これからも打ってみます。マリンちゃんのチャンスのところでサム出てくれ出ました。おあのエンディング画面であらよって言って確認になったってことですね。いやあれ嬉しいですよね。分かります。おめでとうございます。サム出てきてくんないかな。黒目ジナさんから頂きました。ありがとうございます。ジャジャンのおかげで海がより楽しめるようになりました。僕もパチンコするきっかけは海物語からなんで思い入れがあります。これからも頑張ってください。応援しています。かたやぶり。ありがとうございます。やっぱりパチンコのきっかけは海が多いですよね。よりその楽しめるポイントをお伝えできればと思うんですが、今あんな状況なんでちょっと力ください。続きまして北川美奈子さんからいただきました。ありがとうございます。私も海なかなか座らなかったのですが、今では母に妹にとジャンジャン君の動画から学んだ知識を教えながら一緒に楽しめてます。この企画いいですね。ジャンジャン君ありがとう。こちらこそありがとうございます。いや嬉しいですね。今まで座らなかったのに座ってっていうのと、よりなんか皆さんでワイワイ楽しめてるっていうのがやっぱりね、並び打ち見て楽しいですから、あよくんだって一目で当てるのが分かりやすいし、盛り上げられるポイントいっぱいあるので、あとね短時間で済むんで、皆さんで楽しんでいただけてるようで嬉しいです。ありがとうございます。他にもたくさん嬉しいコメントがいっぱいあって、本当にこちらこそありがとうございます。なんとか1000までに当てれるように頑張りますので、引き続き見てください。応援をお願いします。カテブリうわ来た、一発押し行きます。緑これあの8個全部溜まった時に何かがある場合に起こる演出なんですよ。あの大海方で言ったら8個溜まって保留満タンみたいなやつですね。なんとかなれ、なんとかなってくれ。あくしゃみ、オッケー滑った。これだけで50杯乗ります。魚群いや泡じゃないんだって。あでも緑赤なんないかな。赤 OK 燃えろ、図から燃えろ。6でいい6でいい6でいい OK やった16 OK これだ、ジャパンのいいとこ。あの滑ったのが熱かったですね。しかも 65% は16ラウンドなんで2000発992回転投資4万3000円。ここから行こう。ありがとう。反撃万発出せばいいのか。とりあえずここに一撃万発があるんですけど、万発以上出さなきゃ爆れないんで、必然的にこれはしなきゃいけないことになりますね。ここ5回転すればいいだけ。319打ってればなんとかなる。これは頼みます。でなんか自分の力じゃもうどうにもできない気がするので、ちょっといただいたオカルトでアイコンさんからでいいのかな。圧巻。これ当たってしまうと言いながら実践。まず、あ、高滑り。
これはとてもどれガーッガーッ。ここで当てて下がるタッカチャンスが入ると2個開くんだよ。でここ通ってくるキャラが大事で、白鳥を飛んでくればいいんですよね。もうちょっと似せて。あかん、当たっても。これで当たればオカルト成功。 OK、 教訓。あ、ノーマルじゃん。ほなめだったらもう当たるぞ。カニ、あ、OK、当たります。 OK、 ありがとう。つないだ。オカルト成功、よかった。あかん。奇数は16ラウンド。このね、ノーマルリーチが気持ちいいんだ。58回でギリギリでした。となると次サイコロの出目かける連チャン数で3なんで、次連チャンしたら出目の数もここ開きますね。いや、アイコンさんありがとうございます。よし、できれば2枚抜きしたいから金富士ゾーン中に当てたいな。そしたら出目数と金富士ゾーンで当たるのが2枚開くんで、ちょっとこの20回ちょっと頑張りますね。なんとか引く。そうそう、これが大事。ここ待機してくれたらいい。3匹、3羽で、このタカチャンス出現っていうのはこれとは別にあるんですけど、まあ、これでも当たってくれても全然いいんだけど、パリン。お、当たった。やった。びっくりした。弱いかなと思った、と思った、と思った。サム、サム、ゴールドいった。え、4枚抜き。サムでしたね。マジか、これめっちゃ開いたぞ。ゴールドインスが入ったからサム、ナイス。真ん中ぶち抜きました。よし、これでサム、金富士ゾーン、ゴールド演出で、目だから1、2、もう2ラインゲット。いや、振り分け勝ってんのでかいな。3連発16ですね。2発16取れたら万発いきますね。で、さっき当たっちゃったんですけど、伝えたかったことが、まあ、さっきのようにタカが待機してくれて、待機した状態でタカチャンスに行ったら大当たり濃厚って法則があるんですよ。なので、まあ、タカが滑らせてくれるのも十分一応30パーぐらいあるんですけど、それよりかは待機した状態でタカチャンスに飛んでくれるのが一番嬉しいパターンですね。これでチャンスの形でもいいんですけどね。あとは豪華絢爛目指しますか。次はいよいよ引き出し、これリス2点敗でスーパー逃げらない。ロングヘッドで辰野敏郎サーミックとか来た瞬間もう悶絶並みに熱いですからね。スーパー以降がノーマルだろうがどっちみち熱いから。あ、いいですね。塩知らない。今滑って欲しかったな。 OK、 教訓。お、ノーマル豪華券が来ないかな。ほぼほぼ当たるよ。 OK、 もう全部16。まあしょうがない、たまには引く。 35% はいいです、いいです、いいです。でここリーチになれば大当たりなんですけど、ここ保留変化することがあります。ただ青保留になったとしてもここリーチ濃厚じゃないので、そこだけ気をつけてください。リーチじゃんと思って勘違いして抜け喜びしてると悲しくなっちゃうんでね。これこれです、これです。これ別に大当たり濃厚じゃないです。チャンスなことに変わりはないです。燃えたら当たる。
ちゃった。こんな風に、天杯濃厚じゃないです。あ、燃えてる燃えてる、当たった、燃えてる、目燃えました。そこでボタン連打が楽しいんですよ。16、いきます。おい、オッケー。さあこれで一撃万発大手ですね。オッケー。今時間が初当たりかかっちゃったんで2時半ぐらいなんですよね。もしかしたらこれ取り切ったら終了がもしかしたらありえるし、終わった後初当たり取れないかもとかもあるんですけど、なんでできればこの ST で全部開けれるように頑張ります。次16だったらもう一撃万発達成。で ST 中ですね、海モードは保留変化、泡保留で 70%、74% かな。で、もう小魚とかの保留のあたりも9割超えます。で、同じくリーチ連続とかも、1回できただけで 70% オーバーで、2回、3回続くともう 80% オーバーなんで、何か出ることに熱いですね、先読み系は。マリンちゃん、そろそろマリンちゃん当ててくれてもいいですけどね。目が変わらない。あ、こっち当たってたもんな。カメ、サメ、許して。まあ、泡は許そう。あ、いいよいいよ、タスの落としがリーチになればいい。あー、惜しい。あ、20切りましたね。 OK、 強化来い。あ、これです、リーチ連続何回続くか。あ、もう結構熱いよ。あ、サイレントゲージだ。ほぼもらったようなもんですね。残り10回切ってます。あ、しかも竜の男でしょ。スーパー行ったらもう激アツ激アツ。魚群、あ、もう完璧、これは大丈夫です。大丈夫です、さすがにこれは外さない。万発。あ、ここで引けないのか。これでさ、届いてないよな、多分6ラウンドだったら。何発だったかな。もう爆発中って書いてくれてますね。6連目、ギリギリ足りないですね。いや、これであと1回当てれば万発になりますね。いや、ここ気合の入れどこだな。さっき10切っても当たった。海は1回転1回転大事だから、1回転1回転ごとにワクワクできるのがいいところ。さっき見なくても関係ない。いいよ、そう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 、 OK、 魚群、あわ、ノーマルでいい。 OK、 OK、 ノーマルでいい、ノーマルでいい。よし、万発いった。できれば16がいいな。あ、よ、いや、いいよ、全然いいよ。いや、万発取りました。7連目。いや、これ頑張ったかやったな。いや、これは頑張ったかやってよかった、粘ってよかったです。ちょっと心折れかけましたけど、やっと念願の万発突破です。これで1、2、3ライン、ちょっといい旅館。よし、旅館取ったぞ。みんな旅館連れてけるぞ。これもうどっちかじゃもう変わらないですもんね。どっちも出さなきゃいけないですもんね。よ、タカ来たよ。帰んないでタカ。あ、いいよ、3回いる。あー、帰ってしまった。よし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 、オッケー。
ダブルだ。ダブルは熱い。ダブルは熱い。あーい。ダブル熱いのに。これ近江宝とかのブラックパールソフトの味でシングルよりもダブルの方が熱いですよ。いやダブルは欲しかったっすね今。サムは。おし高滑り。チャンスアップ。ワリンちゃん今こそその時。歌ってくれ。ああ。ラスト。いやー頑張れ頑張れ頑張れ。でここのここまで ST です。この1回転が泣きの1回ですね。当たってろ。あー3来なかった。チャンス上の形でもよかったですよね。はいでも7連もうほぼ1000回間近からここまで復活しました。まあ万発表記出てたのでもうほぼまくりまくりまでもうあと一歩のところまで来てますね。で思った以上にビンゴが開きまして、あと豪華絢爛リーチとタカチャンスさえ出せば高級ホテル行けるみたいです。はいはい、時間ですか。あー悔しい悔しい、あと2個だったんだけどな。いやでもこれはしょうがないか。いや初当たりがなあんたかかんなかったらな。カフェブリお疲れ様。お疲れ様です。はいお疲れ様です。はい、いやー激闘だった。激闘でしたよ。激闘でした。まあ結果ね、まずご報告させていただくと、投資が17,500発いった。で回収が7,797発で、結果2,953発マイナスと。いや頑張ったと思う。なんなら実質勝ち。もう実質勝ち。もうこの流れは実質勝ちですね。1000ハマりで表示万発回収は。最後に終わらなかったらもう回収したところです。じゃあもう今回の打って皆さんも感じていただけたかと思うんですけど、金富士の2000発 65% も結構強力で、海ですよ。万発があの3時間でグワーンいけるんですよ、まあね、その爆発力は最後あんだけ旗手にハマっちゃってもお見せできたのはいいかなと思いました。今回のさ、ウィンドどうだった。いやあれ鬼畜っすよ。いや、4台抜きで奇跡のサムが出てきてくれたからいいものの、あれなかったらコテージ取れたか危うかったですよね。真ん中開かないから。確かに。いや次はもうちょっと、いやあれはやりすぎですよ。あれはやりすぎ。きつかった。きつかった。まあでも第3弾で、まあ、何打つかにもよるよね、そのきつさは。いや第3弾は多分まあ月に1回ぐらいこのギフト取るとしたら、もう地中海かな。あ、次出る寝台。なるほど。じゃあちょっとそれ地中海で考えるか。いや、お願いします。いや、ほどほどがいい。あの、希望が見えるウミンゴが欲しい。え、でも1個考えてて、視聴者の皆さんにウミンゴのマスを決めてもらうのもありかなっていうのは。あーでもそれ面白いかも。そう、どっちに転ぶか分かんないじゃん。確かに現実味のある。現実味、これ重要。現実味のある。打ち出しとかなし。あ、打ち出しですね。打ち出しで真ん中開けてほしい。まあ、次回地中海、まあ多分寝台で入ってくると思うんで、その時に合わせて収録できたら地中海打つと思うので、僕地中海大好きなんで待ちに待ったという形で、その魅力をですねたっぷり次回は現実味のあるウミンゴで、次何ですかね。移動手段来て宿来て、え次食かな。おいいね。食か、食っぽいな。まあ食かもしれないですけど、
マムシとか配ってて食べたくないちょっとね、食だったら僕食べるの大好きなんで美味しいものをゲットしたいと思います。それではまた会計録お会いしましょう。ありがとうございました。1,2,3 頼む。よし、あーやばい、僕かー。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。片エブリー。